ポロリ運動会とやらは終わった感じだね。まったく、何なんだよあいつら。忍びの盆踊りを真面目にやる気はねえな。そうっすよね。きっとさゆり様はめっちゃ怒ってるっすよ。でも私たちとしてはダラダラと遊んでくれた方が助かるわ。その分時間が稼げるもの。カフルの言う通りだね。さっさと櫓を壊しちゃってすぐに盆踊りが終わっちゃう。私たちの目的が果たせないって。うちちょっと思ったんすけど、うちらの目的さゆり様に話した方がいいんじゃないっすかね。もしかしたら協力してくれるかもっすよ。あのね、忘れちゃったわけ？里のみんなにも内緒にしてるんだよ、あのことは。それは分かってるっすよ。分かってるんすけど、なんだか嘘ついてるみたいで。待て花火、それ以上難しいことは考えちゃダメだって。でも考えないでって言われても困る。なんとかなんないもんかね。またやっちゃったんすね。ごめんなさいっす。ほら花火お姉ちゃん、楽しいこと考えよ。頭を空っぽにするのよ。頭を空っぽってどうやってやるんすか。うち頭を使うのあんまり得意じゃないっすから。やって、じゃないと花火お姉ちゃんがまた爆発しちゃう。あれをやれっていうのか。たまにはカフルがやってくれよ。いつも私ばっかりじゃないか。だって蓮華お姉ちゃんの方がうまいし、私なんかじゃまだまだ無理だと思うの。そうか。仕方ない。いや、計算通り。では行くわよ。パンパカリンパンパカリン、お腹をペロンとパンパカリン。蓮華お姉ちゃんの花踊りは最高っすね。お股をペロンとポンポコリン。今日2度目のドッカーンは回避できたね。どうよカフル、大したもんだろ私の踊りは。本当にすごいと思う。
私は死んでも外で腹踊りなんてできないし、したくないもの。なんだって？待って、あっちから人の気配がする。どうやら生き返った忍びたちみたいだな。やっぱうちらも戦わないとダメっすか。そりゃそうでしょ、出ないと忍びの盆踊りにならないし。どっちにしたって向かってくる連中に背を向けたら私が廃る。まあ何もしないと腕もなまるし、ここは一丁ドカーンって行ってみるっすか。花火、聖火の宴に舞い散るっす。任務開始。燃える展開っすね。こりゃそりゃだ。楽勝っすね。今だったらいけそうだな。うん、そうね。じゃ探しに行くか。時間はそんなにないし。こんなとこ
いたのか。探したぞ。さゆり様、あ、違うす。うちは別に何も。花火お姉ちゃん、興奮しちゃダメ。ドッカンしちゃうって。どてい。さすがです、さゆり様。ドッカンはうるさくてかなわんからな。それでさゆり様、私たちに。あいつらと来たら真面目に忍びの盆踊りをする気がないみたいなんじゃ。だから少し数を入れねばと思ってな。悪いが付き合ってくれるかい？もちろんです。はあ、なんとかうまくごまかせたが、さゆり様にも私たちの目的は秘密にしておかないと。